レスリングの足尾選手が紹介されます。47名の出場によりまして記念男子 1000m 競争のスタートです。あの辺、真ん中辺。3号まで先頭400メートルは70秒1分10秒で通過しております。大山石垣工業、松永君、三浦君、種目1つこそ違いますが、全国インターハイ出場者の2名の選手が予想を発表いたします。大山先頭の松永君、前回のチャンピオン、そして近畿優勝のチャンピオンとなります。今シーズンの足は先日インターハイ5000メートルの全体で近畿予選の対応、全国インターハイ3番で上がってまいりましたのは、県インターハイ第4次近畿予選会に進出してきました六甲高校の藤沢君が第3番で、100m は4時20秒、4時20秒ですが、見事2年女子アシカルト決勝を川野さんが1m56に上がります。この1m56に挑戦しますのは9分です。その9分は北島の田辺さん、神戸の田中さん、田代山本さん、秋原大臣の新田さん、一律川野さんに森脇さん、小川の奥の山本さん、神戸の加藤さん、関田翔さん、
決勝先頭は西脇工業の三浦です。 2000m の結果を迎えます。 2000m は5分56秒で通過。この 2000m は3分1秒タイムは第1集団は9名の選手で、あ、水取った。
夕方に来たか、そして報道するね、そういう広がっている社会を要するに終わっているな、イギリスがあったかもわかりませんか。3名の選手が今4000メートルだったか、4000メートルは12分2秒、12分2秒でしたか。これから1000メートルは3分6秒
選手権担当者は谷青野君の野手の記録は13メートル84。第2位黒田栄一郎箱川騎士13メートル52。第3位国友良太国選担当13メートル36。